ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。あー、なんか最近日差し強いね。夏といえば海に花火にプールにイベントがたくさん。私は自転車が好きだからロードバイクに乗って遠出したりするじゃん。そんな時にやっぱり気になるのは日焼けですよね。あー、なんかとっておきの日焼け対策ってないのかな。姉ちゃんどうしたの。そうか、そんな時はロート製薬の日焼け止め商品を使えばいいんだ。そういうこと。というわけで今回は夏のお出かけにおすすめロートの日焼け止めラインナップを紹介していきますよ。いや、あの小芝居いる。私も日焼け対策にはすっごく気を使ってて、使う体の部分とかシーンによっていろんな日焼け止め使い分けてるんですよ。まずはこれ、顔にはラベンダーカラーでトーンアップ効果があるスキンヤクアトーンアップ UV エッセンス。体には使用感が気持ちいいジェルタイプのスキンヤクアスーパーモイスチャージェル。ほんと使い心地いいですよ。唇も日焼けしちゃうから唇には SPF 付きのリップ、メンソレータムメルティーリップクリームを使います。ロードバイクとか夏のレジャーに行くときは耐水性があって使用感抜群のスキンヤクア UV オイル。そしてこまめな塗り直しも大事。手の甲とかにはスティックタイプのスキンヤクアパーフェクト UV スティックを使います。うまく使い分けられると快適に夏を楽しめますよ。というわけで今日はいつの間にか会社の宣伝みたいになっちゃったけど、どうだった。素晴らしい愛車精神だね。魅力的な日焼け止めばっかりでしょ。うん、俺もサッカーの時に使おうと思います。いい心がけだね。ねえ、っていうかこの動画俺必要だったの。お近くのお店レッツゴー。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。